でも一言で言うと反省点の多い試合で、本当に不甲斐ない結果に終わってしまったなっていうのが、今の気持ちです。まあ、途中から出ることが出る準備は、まあ、いつでもしてたので、まあ、前半の終わりだったんですけど、まあ、そこから、まあ、1-0で勝っている状態から 2-0 で、そこからの試合運びが本当に悪かったなと個人的に思います。まあ、国内要因で終わってしまって、それ も納得いく結果ではなかったので、その経験をこのリーグ戦に生かそうという気持ちでピッチに当たってたんですけども、まあ、このリーグ戦でもまだまだ足りない部分が多いので、本当に気を引き締めて残りの3戦につなげていかないな、つなげていかないといけないと思ってます。本日は東金アリーナにお越しいただいてありがとうございました。本当に納得のいく結果ではなかったんですが、残り3戦まだまだリーグ戦は続いていますので、残りの試合全部勝ち切って上位に食い込めるように頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。